トゥモロー、エックス・トゥギャザーは2019年に結成した韓国の5人組男性アイドルグループであるビッグヒット・ミュージック所属。略称は TXT、トゥバトゥ、トゥバ。公式ファンクラブ名は MOA。ビッグヒット・エンターテイメントから BTS 以来6年振りのアイドルグループとして2019年3月4日にミニアルバムザ・ドリーム・チャプター、スターでデビュー。 グループ名、Tomorrow, X Together は、異なる君と僕が一つの夢で集まって、一緒に明日を作っていくという意味を持ち、同じ夢や、目標のために集まった少年たちが、互いに相乗効果を発揮するような元気で明るい、グループになるという思いが込められている。ファンクラブ名、MOA は、Moment of Alwaysness の略であり、メンバーとファンが、 いつも共にするすべての瞬間という意味を持つ。また、韓国語で集めるを意味する、モーダにも由来しており、メンバーとファンがお互いの夢のかけらを集めて、一つの夢を完成するという思いも込められている。デビュー翌月には、ファンクラブ名を韓国語で永遠を意味する、ヨングアンとすることを発表したものの、少女時代のティファニーのファンクラブ名と同じであったために、変更がなされた。 2017年、ビッグ、ヒットエンターテイメント創設者で、音楽プロデューサーのパンシヒョクが、BTS に続く2番目のボーイズグループの計画を公表。2年後の2019年1月10日、トゥモロー、X トゥギャザーの結成を正式に発表した。翌日11日より、10日間にわたって、メンバーのティーザー動画が、YouTube に手順次公開され、 累積再生回数は4000万回を突破した。24日には、公式サイトと SNS を通じて、トゥモロー、エックストギャザーの5人完全体の写真を公開した。3月4日、デビューミニアルバムである、ザ・ドリーム・チャプター、スターを発売。翌日5日に、イエス24ライブホールにて、ネット、デビューセレブレーションショーを行った。 同日にアメリカのレコード会社リパブリックレコードと配給契約を締結させた。アルバムのリード曲であるクラウンのミュージックビデオは YouTube で1450万回再生され24時間以内に最も多く視聴された男性 K-POP グループのデビューミュージックビデオの記録を更新した。本アルバムはガオンチャートとビルボードワールドアルバムチャートでリード曲クラウンは ビルボードワールドデジタルソングセールスチャートで1位を記録した。グループとしてはビルボードエマージングアーティストで1位、ビルボード200チャートで140位、3月のガオンマン3アルバムチャートで1位となり、男性系ポップグループの中でデビューアルバムが最速でチャートに登場した。日本でも本アルバムはオリコン週間アルバムチャートで3位となった。3月7日、ネットの m カウントダウンに出演し、初めて音楽ショーでパフォーマンスを披露した。同月12日、楽曲、クラウンで SBSMTV の座賞で初の1位を獲得。その後、m カウントダウンとショーチャンピオンでも1位を獲得した。また、同年に GQ が発表した10年間で最高の K-POP ソングの2010年代以末のリストにもランクインした。 4月9日、初の海外ツアー、Tomorrow, X Together Showcase, US の開催を発表し、5月9日から5月24日まで、ニューヨーク、シカゴ、ロサンゼルス、ダラス、オーランド、アトランタの6つのアメリカの都市を回った。全公演のチケットは10分足らずで完売した。海外ツアーに続き6月1日には、ロサンゼルスのディニティヘルス、 スポーツパークで開催された、I Heart ジオワンゴ1単語に出演。6月27日、単独リアリティ番組、ワンドリーム、トゥモロー、エックスト X t o ーの放送を開始した。7月6日、ニューヨークのマディソンスクエアガーデンにて開催された、K-Con 2019に出演し、5万5千人の観客の前でパフォーマンスを披露した。同月下旬には、MTV ビデオミュージックアワーズで、 楽曲、キャットドッグが最優秀 K-POP 賞にノミネートされた。8月8日、スビンが流行性核結膜炎、四ンが腰痛と診断を受けたため、当初8月に発売予定であった新しいアルバムを9月へと延期することを発表。これにより、8月11日に開催されたロッテメンゼーテンファミリーコンサートへの参加は見送られた。8月20日、 テヒョンとヒュニン会も流行性核結膜炎と診断されたため新しいアルバムは9月から10月へと発売日のさらなる延期を発表8月23日の2019ソリバダベスト K ミュージックアワーズ同月27日の関西コレクション2019オータムウィンターではパフォーマンスをせずイベントのみの参加となった後に 四0も流行性核結膜炎と診断され、9月7日に埼玉スーパーアリーナで開催された東京ガールズコレクション2019はうつむん、ウィンターへは四0を除く4人が出演した。10月21日、ファーストスタジオアルバムザ・ドリームチャプターマジックを発売。ガオンアルバムチャートでは1位にノミネートされ、最終の売り上げは12万4000枚を超えた。 ビルボードワールドアルバムチャートでは3位、ヒートシーカーズアルバムチャートで6位を獲得した。また、収録されている4曲は、ビルボードワールドアルバムチャートにランクインし、リード曲、q 3 q u a r ー e r s は2位を獲得した。ビルボードとデイズドは、本楽曲を2019年ベスト K-POP ソングに、上げた。デビューして、日が浅いにもかかわらず、ネットアジアンミュージックアワーズ、 メロンミュージックアワーズ、アジアアーティストアワーズ、ゴールデンディスクショー、ガオンチャートミュージックアワード、ソウル歌謡大賞など、韓国の主要な音楽賞で、数々の新人賞を獲得。12月4日、名古屋ドームで開催された、ネットアジアンミュージックアワーズ2019の日本、公演、2019ママインジャパンに参加した。2020年1月15日、シングル、マジックアワーで、 日本デビューを果たした。このシングルには、Q&3QWater's ク,ーークラウン、エンジェル・オア・デビルの日本語バージョンが収録されており、オリコンデイリーチャートで1位、週刊チャートで2位を獲得した。1月19日には、テレビ朝日系列、ミュージックステーションに初出演し、9と4分の3番線で君を待つ、ジャパニーズバージョンを披露した。2月10日、 日本レコード協会によってゴールド認定を受けたことを発表した。5月18日、セカンドミニアルバムザ・ドリーム・チャプター・エターニティを発売し、カムバック・ショーケースを開催。本アルバムは人間関係の悩みをテーマに全6曲で構成されており、ファンク、ドリーム・ポップ、トラップ、ヒップ・ホップ、R&B といったジャンルで表現されている。 初週で18万1000枚以上を売り上げ、全世界50の国と地域の iTunes、トップアルバムチャートで1位を獲得、ハンテオチャートでは発売後1週間で、計18万1009枚の売り上げ、デビュー以来の最高売り上げ枚数を記録した。さらに、日本での記録として、オリコンデイリーアルバムランキングで1位、さらにオリコン週間アルバムランキングでも1位を獲得した。6月3日には、 キャン、TUC 目の活動を終了させ、翌日より、後続局である、ブーマの活動をスタートさせた。7月、本作は、韓国音楽コンテンツ協会から25万枚の、プラチナ認定を受け、デビュー以来初の認定となった。2ヶ月後には、ザ・ドリーム・チャプター、スター、ザ・ドリーム・チャプター、マジックも韓国音楽コンテンツ協会から、プラチナ認定を受けた。 8月19日、日本セカンドシングル、ドラマを発売。本アルバムには、ザ・ドリーム・チャプター、エターニティ収録曲、ドラマ、キャント・ユーシーメ・メの日本語バージョンと、初の日本オリジナル曲となる、永遠に光れが収録されており、1月にリリースされた、マジック・アワーから約7ヶ月ぶりとなった。永遠に光れは、テレビアニメ、 ブラッククローバーの9月1日から放送される新オープニングテーマに起用された。日本のオリコンシングルチャートでは3位を獲得し、日本レコード協会のゴールド認定を受けた。10月26日、サードミニアルバムミニ袖1ブルーアワーを発売し、カムバックショーケースを開催。ザ・ドリームチャプターシリーズを通して夢を追う少年たちの成長を伝えてきたが、 本作は次のシリーズに進む前にメンバーが聞かせてくれる小さな物語という位置づけである。ガオンアルバムチャートで3位、初週30万枚以上のセールスを記録した。アメリカでは、ビルボード200チャートでは25位に登場してグループの最高位を記録し、その週のトップセールスを獲得した。また、ビルボードワールドアルバムチャート、エマージングアーティストチャートで1位を獲得した。 オリコンアルバムチャートでも1位を獲得し、日本で2番目のチャートトップとなった。後に、韓国音楽コンテンツ協会からプラチナ認定を受けた。11月24日には、JTBC のドラマ、ライブオンの o s t You r e Light をリリース。2021年1月20日、日本ファーストスタジオアルバム、s t i l l Dreaming をリリース。1月29日と2月10日、 日本の YouTube チャンネル、ザ・ファーストテイクに初出演し、本アルバムにも収録されている。ある日、頭から角が生えた、ジャパニーズバージョンと、フォースを披露した。5月31日、セカンドフルアルバム、ザカオスチャプター、フリーズを発売。ミニアルバムフルアルバムデジタルシングルシングルフルアルバム、ウェブサイトソーシャルメディア。ありがとうございます。